はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの1周年記念スペシャル第3弾サクチャレ応援ガチャを引いていきたいと思います。今回のガチャの内容なんですけれども、ユニフォームバージョンの彼女キャラ4人が、ピックアップとして、登場してますと。小筆とちゆちゃんとせっちゃんとさとりちゃんで、まあ、内容の方も、初回10連から、4キャラのうち、まあ、1人が SR で確定していて、まあ、2回目になると、せっちゃんが SR 確定で、3回目になると、さとりちゃんが SR 確定というようなところになっているので、まあ、安心して引けるかなというところになってます。でまたこの4キャラは暁のサクチャレの特攻キャラに設定されてまして、復刻した小筆と千代ちゃんについては、まあ、ボーナスの低い特攻キャラ1の、くくりで、せっちゃんとさとりちゃんについては、一番パーセンテージの高い特攻キャラ3ですね、これのくくりに、まあ、なってはいるんですけれども、じゃあこのガチャを今すぐ引くかって言われると、まあ俺は引くんですけど、ちょっとね、一旦待ってもらうのもいいと思います。どういうことかっていうと、実際にサクチャレが始まるのが5月の12なんですよ。でこの5月の12のサクチャレが始まって、報酬が誰なのかっていうのが確認できてから引いても全然いいと思うんですね。で、今回このせっちゃんとさとりちゃん特攻キャラ3に、設定されていて、まあ、ボーナスも一番高い、ところにいるんですけれども、じゃあ絶対このせっちゃんとさとりちゃんを使うかって言われたら、まあ、ちょっとね、自分のデッキと、相談をしてみて、基本的には、まあ、あの投手、捕手、内野手、外野手、スタッフをまず1人ずつ入れますと。でそうすると5人になって、要は1人分が余るような感じになるんですね。でそうするとどっかが被るんですよ。で、1個被るんですけど、被らせるとしたらどこを被らせるかって言ったら、多分ねスタッフを2人入れて、いわゆるね二股にねした方がいいと思うんですね。じゃあ二股でやろうと言った時に、今のところですよ、今のところ候補で多分一番いいのが、スミカちゃんと、コンノちゃんの2人で二股をやって経験点を稼いでいくっていうのが多分一番いいと思うんですね。でそうすると、スミカちゃん、コンノちゃん、まあ、用意したり、まあ、1人持っててね、1人お借りできるっていうような状態だったら、まあ、別にせっちゃんとさとりちゃんは、まあ、入れなくても大丈夫じゃないかなと思うんですね。で、まあ、ちょっとどっちもきついとかで、そもそも、まあ、ユニフォームのせっちゃん、さとりちゃん絶対欲しいって言うんだったら、まあ、別に引いてもいいと思いますとか、そもそも彼女キャラを1人も持ってない、自前で誰も彼女キャラ持ってないっていう人も、まあ、今回はね確実に彼女キャラが手に入るので、まあ、引いてもいいと思います。ただサクチャレのために、せっちゃんさとりちゃんを、まあ、確実にね手に入れるかっていうと、ちょっとこれは一旦待ってもらって、12日の報酬ですね、報酬を確認して、かつ、自分のデッキを見てみた時にせっちゃんさとりちゃんが、あ、こっちじゃないやせっちゃんさとりちゃんを入れないとちょっと上位狙えなそうだというような時に、まあ引いていけばいいと思います。まあこれはいいと思いますなんでね俺の考えなんで、まあ毎回言いますけど、まあそんな感じですね。でちなみに自分はもう引いちゃいますと。で3回引いていきましょう。こちらの1周年記念スペシャル第3弾、サクチャレ応援ですね。特に初回2回目3回目については、まあ、出現率自体は上がってはないです。まあ、基本的には、SR が確定している時って出現率自体は、まあ、上がってない傾向が多いので、まあ、基本的にはもう1枚取れればいいかなっていうところですね。もしまあ2枚、取れることができれば、まあ、かなり、嬉しいかなというところになります。じゃあ初回の10連を引いていきましょう。でこちらは、4キャラのうちまあ、誰かが当たりますと。でまあ大体ちょっと小筆はいいやっていう感じになるんですけれども、そう言うとね、そう言うと呪われるんだよねさてさて、ここで2個出てくれると、あ、いいねいいねいいね、あー、さとりちゃん、ありがとうございます。
ともう一つだね。じゃあ秋葉の PR か。秋葉はもうプラゴなんでね。また来たな。ゲンもすげえ呪われてるな。こいつ何枚目だ。多分もうミキサーで突っ込んじゃったんですけど、多分4枚目とかですよね。3枚目だっけ。絶対3枚は持ってた。うんうん、まあいいや。坂本源の呪いがありますけれども、まあ今回はね、さとりちゃんが出たんで、でさとりちゃん出たどうしようかな。3回目も引いて解放は、まあ、しておくか。まあせっかくなんでね、引きましょう。で2回目になりますと、せっちゃんですね。でせっちゃんも俺通常のせっちゃんプラゴを持ってて、さらに PSR が1枚あるんで、これユニフォームせっちゃんをなんか無理して使うかなっていうところもね、まあ、もちろんユニフォームキャラなんでイベントが1つ追加されてはいるんですけれども、せっちゃんはね、もともと通常イベントが福イベなんで、さらに1つ追加されると若干重くなるかなっていうところが、まあ、あるにはあるんで、確かにね、せっちゃんいいはいいですよ。もうせっちゃんばっかりで出るんで全然嬉しいんですけれども、まあどうやって使っていこうかなっていうところが自分の中の難しいところですね。はい、これはせっちゃん確定ですね。あとは PR でどれだけ解放キャラが出るか。基本的にはもう R しか出ないな。しかもなんとも言えんキャラばっかり。あ、スッスがいる。スッスの PR はいいな。スッスはね、全然解放できてないんですよね。で続いて、もう3回目もやっちゃいましょう。まあ本当はね、ちょっと35でいいかなって、超悩む超悩むけど、いや引いちゃおう。もういきます。さとりちゃん狙いで。まあこれだから2個出てくれれば御の字だけど。おお、いいね。今回もまあいいね。さとりちゃんありがとうございます。さてもう一つよ、もう一つ。お前か。おデブちゃん、河本。まあ河本もね、悪くはないですよ、悪くはない。あのキャッチャー用の鉄の壁を、しかもこれってなんか2回くらいくれますよね、コツ確か。違ったっけ。使ったことはないですけど、まあなんかそんな感じになってるんで、まあ俺は使わないかなっていうところではありますけど、キャラ的にはね、悪くはないと思います。じゃあこれはこんな感じですね。今回は特に条件解放はあんまり少ないかな。ちょっと見てみましょう。はい、じゃあちょっとね、あのボックスを見てみたところ、まあそんなにね、条件解放できそうな感じじゃなかったので、今回はね、ミキサーをしましょう。ミキサーを、坂本源くんとかがね出てきたので、速攻ミキサーに、投入していきたいと思います。で今回のミキサーキャラは、まあまず矢部くんだよね。矢部くんは別に1枚あればいいでしょう。矢部くん自体はね、テーブルとかはね、悪くはないんですよ。やる気効果、100で敏捷4ついて、タック80の、まあこのやる気効果テーブルっていうんですかね、テーブル自体はもう全然悪くないです。で走塁盗塁ヘッスラなんで、まあね、あの高速ベースランとか、取りたい方については矢部くんはね、全然いいキャラだと思います。まあでも2枚はいらないかなと。これはあの矢部くんのパワチャレの報酬で取ったやつなんで、まず矢部くんを投入しますと。で次が河本もね、もう別に1枚あればいいんで、河本くんも、投入しますと。で、蛇島の呪いですね。呪いはもうお払いしましょう。もうなんでこいつさプラス3なのっていう。まず、呪いの蛇島はお払いのために投入しますと。で、ちーちゃんですね。ちーちゃんね、結構悩んだんですけど、まあ無理して絶対プラゴにすぐしたいかなっていうと、まあ、ぼちぼち PR あたりで解放してプラゴにできればいいかなというキャラなんで、まあ、今回はちょっとね、あのミキサーキャラが不足している関係でちょっと突っ込みますと。でもう一つが、坂本源くんですね。こいつもちょっとお払いしないといけないんで、突っ込んでお払いをしましょう。そうすると結構呪われたミキサーキャラになってんな今回。でもまあ呪われたミキサーキャラの方がね、こいつらはもう絶対出ないんで、まあ、いいっちゃいいんですよね。さらにひどいのが出てくる可能性はあるんですけど。であとまあちょっと、最近でいくと、野球マン3号ですね。これは、特に
石とか割らずに、試合チケットは使ったんですけれども、まあ、一応6000位までが SR1 枚くれるよっていう、報酬なんで、確か5000ないとか結構ギリギリのラインで、SR を1枚取って、まあ野球マン3号はね、元がひじりちゃんなんで、まあ、ひじりちゃんで、まあ、ちょこちょこ解放していければなと思ってますといったところですかね。じゃあ、この、5キャラでミキサーをしていきましょう。払いたまえ、清めたまえ、頼むぞ。これはお払いの儀なんだから、いいものが出てくれないと困る。おー、ホープくんだ。やったやったやった、これはお払い成功ですね。いいねいいね、変化球キャラ。まあロゼルージはね、なんか成功率めちゃくちゃ低いらしいですけれども、まあただね、変化球キャラというところなんで、ホープくんはどんなあれなんだ、ちょっと見てみよう。テーブルとかがわからないんで、これは入手順、ホープくん。ちなみにコツは、あ、タイピンと玉持ちかだけだね。お、いいねいいね、コツもいいね。タイピンは欲しいし、玉持ちとかね、割とレアなんですよね。で、ロゼルージュを持ってますと。で、テーブルの方が、まあ、35の方から見ていきますか。得意練習率アップ、あ、試合経験点ボーナスがつくタイプか。で、タックが80、タックが80だけなんで、まあ、練習ではそこまで経験点は稼げないけれども、試合経験点ボーナスがついてるんで、まあいいですね。で、ホープ君は確か前だっけ、前上のキャラだっけ。で、変化球なんで、まあ、これでね、また変化球キャラが増えたのでかなり嬉しいですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次は、まあ、サクチャレがね、来るので、まあ、そこでまた第2弾ガチャとかも多分あると思います。まあ、そこで何が暁とかがね復刻してくれればまた引いていこうかなとは、思っているんですけれども、まあ、ちょっとどうなるかというところですね。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。